はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちら。はい、えこ、ー、ココフページという製品です。え甘味道さんから11月の24日に発売ということで、まあ、ちょっと早いんですけれども、サンプルをご提供いただきましてありがとうございますということでね、紹介していきたいなと思うんですけれども、こちら、まあね、えー、まぁ、あ、付箋といえば甘味道、甘味道といえばココ付箋ということでですね、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、 まあちょっとね、アイディアがあって変わってるんだけれども、ちょっとおしゃれな、えー、付箋を作るメーカーとしてはですね、まあかなり定評のある、この甘味堂さんですけれども、そこから新製品出たということでですね、あのー、まあ、ここ付箋っていうですね、まあその甘味堂さんの中でもですね、代表的な シリーズがあるんですけれども、その製品の最新作ということで、まあ、こんなものが出ましたよという感じですね。よくあのカバンとかについてるタグみたいな形をしてますけれども、これどういうものかと言いますと、もうねいつもね、前置きが長いって言われるので、先にこの商品のね、えー、機能の話をしておきましょう、えー。どういうものかというとですね、これなんかこのタグみたいな形になってますけど、後ろに紐がついていて、で、このベースになっている部分がこの四角いところですね。紙でできてるんですけれども、ここにつきます があってそこからピロッとねなんか出てますよねこれが付箋ですという感じですねこれあのフィルム付箋になっていてえっ8号種引っ張るとですねまぁティッシュペーパーと同じような感じで,ですね互い違いに入ってるのでこう1枚出すと次が出てくるみたいな感じで付箋を取り出すことができるという形になっています で、これ何に使うかというとですね、ええー、まここ付箋ページっていう名前がですね、まあ、その通りね、ええー、まあ用途を示してるわけですけれども、要はこれ、しおりとして使ってくださいね、ということなんですね。で、まあ、どうやって使うかというと、まあ、例えば、こう、本読んでますよ、と言ったときに、ちょうど今読んでるページに、ここにサクッと刺しておきますよ、という感じですね。で、締めとくと、こんな感じで、えー、上にね、こう、紐が出てますよ、ということで、まあ、こんな感じで、ええー、まあ 普通にねしおりとして使えるわけですけれどもでこう読んでる時はですねまあこれを挟んどいて読みますよとでまあここに付箋貼りたいって思った時にですねこっから1枚シュッと付箋を出して例えばここに貼りたいって貼ってで っていうね、えー、感じですちょうど今読んでるところに、えー、まあねしおりとして挟んでおいてで読みかけの本ですね読んでって必要なところあここはメモ,っとメモっとかなきゃみたいな時にですねここからですね一枚シと出して貼ると。付箋を貼るシーンっていろいろあると思うんですけども中でもやっぱり読書って大きいと思うんですね。なんんででででそういうい時にですね、まあ、読んでる途中で まあこう使う機能を2つを1個にまとめましたよという感じですね。まあ過去にもね、しおりに付箋が貼ってあるみたいなものっていうのは、まあ過去なかったわけではないんですけれども、やっぱ今回特徴としては、やっぱこの、えっ、ー、と、まあ見た目もそうなんですけれども、このベースの部分がですね、あえてこう大胆にこの紙で作ってあるっていうところで端っこがかなり薄いんですよね。なので、まあこういうところにですね、まあ差し込んだ時に、 まあよくあるのは厚みが結構あると、ここから抜け落ちたりとかしやすいんですけど、これ端っこ薄いので、結構ね、喉の奥の,多くのとこね、このカッて差し込んであげると、割とこれで止まっててくれるので、しおりとしても結構ちゃんと使えるんですね。厚みがあるとどうしても、こう挟んではいるんだけど、止まってないとスルッて落っこちてですね、案外外外れちゃったりするんですけど、これしっかり止まりますよっていうのと、あと中に入ってるこの付箋がですね、 まあそれぞれに30枚ずつで、え、120枚これだけでも付箋が入ってるんですよ。すごくないですかなんで、えっと、まあ本に挟んでるしおりから付箋出てきますよって言っても、たったこんだけで120回。 使えるわけですね。で、それが、ま、こうやって本の間に挟んでおけるということなんで、割とね、読書好きの方にはね、読書好きっていうか、まあ、僕みたいに結構ね、資料を読みながら、後で、ま、引かなきゃいけないところに、ま、あラインも引くし、あとは不正も貼るしっていうことを結構やってる人にとってはですね、かなりこれ、えー、使い出のある枚数かなとは思うんですね。 で、そういうものをですね、まあ本を読んでる時に、こうやって挟んで置いとけるよっていうのが、まあ今回のね、えー、一番の特徴になってますというとこですね。で、まあ単にね、紙で出てきてる四角いものでもいいんですけれども、そこにやっぱりね、この、なんかね、えー、布製のね、こういう、まあしおり紐がついてるところがやっぱり甘味さんのね、まあおしゃれで気が利いてるところではあってですね、こうやって挟んだ時に、やっぱ外にちょっとはみ出てるんですね。 付箋だけじゃなくて、このしおり自体もまあ外にはみ出てくれているので、まあちょっとね、えー、出すときにこう、ね、取り出しやすいし、まあ、ページ開きやすいしということで,ですね、まあ、なかなかわかりやすくていいかなというふうに思います。という感じでですね、まあ、こんなアイテムなんですね。まあえて紙のボディにして使い切りにするっていうことによってですね、 まあその100 120枚が270円というですねまあそこそこ使いやすい価格で出てきているというのがまあこれもねなかなかあの普段使いを考えるといいんじゃないのかなと思います。で柄はね一応ねこれあのリリースもらったんですけどこんな感じになっていてえっ、ー、と6種類あります。 で、2種類ずつですね。えっ、ー、と、イエローとピンクは、このね、角丸タイプのオーバルなのが2つあるんですけれども、こっちはね、全面に柄が入っているタイプですね。 あとはですね、まあ、この2つですね、えー、とパープルとそれからアイボリーの方はですね、端っこだけ、これね、これが結構いいと思うんですけれどもね、あの端っこの部分だけに色がついているタイプがあります。これだと、あの下の部分がね、かなり薄くなっているので、貼っていても、えー、下の文字をあんまり隠さないということで、まあ、見出しとしてはね、このね、だから読書の見出しとしたら多分ね、このパープルとかアイボリーとかかなりいいと思うんですよね。 で、あとはもう全面に、えっ、ー、と、色のついてるタイプですね。えー、これがですね、ブルーとグレーということで、ブルーとグレーこんな感じですね。ブルーはこんな感じで、要はこの一本の間が全部ですね。えー、全部についてるっていうタイプなので、まあ、普通にね、見出しとしても使えるし、まあ、上から文字書いたりとかして、えー、目立つ使い方もできますよという感じだったりします。フィルムタイプの付箋なので、上から、まあ、油性のマーカーだったり、ボールペンとかだったら書けるので、まあ、そういう使い方もできますよという感じだったりします。 ということでですね。まあ、あの、神色のね、ここ付箋のシリーズといえばですね、えー、これまでも色々あったんですけども、元祖ココフセン、ここ付箋、こんな感じですね。 のアイテムが出てからちょうど10年ということで、まああの、だんだんいろんな種類が出てきました。ということで、ちょっと他のやつもね、おさらいしていきたいと思います。まあこのここ付箋なんですけれども、これね、今はね、パッケージがもうちょっと可愛くなっているので、えー、最初の頃のやつなんですけど、これね、えー、こんな感じになっていて、台紙にこうペタッとくっついてるんですよね。 で、えー、くっついてるのを剥がすと、これがですね、まあ、一つ一つが、このね、あの、ポケットティッシュの袋みたいな,な、なんかそんな感じの袋になっていて、こっからですね、一枚出すと次の付箋がまた一枚出てくるっていうね、基本的な構成はもうこの時から変わってないんですけれども、こんな風になっていますと。で、この時は最初のここ付箋はどうだったかっていうと、実は裏にこの貼って剥がせる糊が付いてるんですね。 もうケース自体も付箋みたいな状態になっているので、これをですね、まあ、ちょうど読んでいる本の後ろとかに、こういうところにね、貼っとくわけですよ。ペタッと。ね。で、貼っておくと、ちょうど今読んでる時に付箋貼ろうと思ったらですね、まあ、すぐに出てくるというのがいいところですよね。こうやって読みながら、あ、いるなと思ったら、これ手、後ろね、えまさぐりながらですね、こうやってやってあげると、まあ、見なくてもこうやって取り出せるので、こうこれでね、すごい便利なんですよ。 でも、僕、これね、出た時にね、ま、あんみさんもね、最初からね、読書体験が変わるって書いてあったんですよ。多分、ポップとか、あの、パネルにね、そうやって書いて出してあって、わ頭いいなって思ったんですよ。で、これは結構買いだめしていろんなところで使っていて、もう読む本読む本にこれ貼ってたんですね。なんですけれども、やっぱこれ貼ってると、ま、あやっぱ、 ね、あの、僕は割と平気なんですよ。あの、中にもこうやってさ、あの、線とか平気で引いちゃう人なので、割かしい平気なんですけれども、まあ、中にはやっぱり、あの、本に直接貼るのちょっと気が引けるっていうか、ちょっと嫌だなっていう人もいらっしゃると思います。で、まあ、そんな人はですね、のためにということでですね、まあ、あの、改良版というか、ちょっと便利になったのが、このね、クリップ交付線っていうのがあって、 のは、金属製のこういう幅広のクリップの上に、もう直接これを、まあ、これがそのまま貼ってあるんですね。ここ、線がそのまま貼ってある大きなクリップというのが出ましたよ、ということなんですよ。で、これだと、こうやって挟んでおけばですね、まあ、あの、まあ、同じなんですけれども、これだと、まあ、引っ掛けてあるだけなので、読み終わった後に他のところにこうね、移すのも簡単じゃないですか。 なんで、これは便利でいいぞということでですね。今、もっぱら使ってるのはこれなんですけれども、えー、クリップここ線は、本当に今読みかけの本とかに、こう、どんどん挟んでいくっていう感じで、 まあ、で、これね、いいところはどっちらもそうなんですけど、読み終わったら外して新しい本に移動できるんですね。これも一応、まあ、粘着じゃ、若干ね、だんだん弱くはなりますけれども、剥がして次の本に移すっていうことができるので、まあ、読み終わった本から読みかけの本にね、移していくっていうことができますよ、という感じですね。で、僕、このクリップ、こごしのクリップは、え、いつもね、あの手帳の中にいくつか、このね、 本から、まあ外して、まあ今使ってないよっていう休眠中のやつをですね、えー、いつも手帳の中にですね、これを挟んであるわけですね。一個か二個挟んであって、で、ちょうど、じゃあこ次これ読もうと思った時にはですね、その本にこうやってこうはめていくということで、使い続けてるわけですよ。で、これなくなったらなくなったで、これ、クリップ自体がですね、まああの、使い回せるので、えっ、ー、と、このね、ここ付箋の部分だけこうやって剥がしてですね、また貼り直せばいいという形になってますと。 で、あの、まあ、中にはこういうね、ここ付箋、ベーシックっていうタイプがあるんですけど、そのタイプを貼っておくと、これ中身を、えー、リフィル交換もできるんですね。こっちは使い切りなんですけども、こっちはリフィル交換もできるんで、えー、中身のこの、えー、付箋だけっていうのを売ってるので、それを買ってくるとですね、さらに経済的に、こう、は、挟んでいくことができるということで、まあ、こういうね、感じでですね、すごい便利なのがありますよ、というところなんですよ。で、さらにさらに、 付箋なんですけども、やっぱこういう、まあ本と一緒に置いとくっていうのは何で必要かっていうと、やっぱり本読んでて、今は、付箋を貼りたいって思った時に、このね、付箋が、まあカバンの中にありますとか、ペンケースの中に入ってますって言ったら、それを出すのが、まあちょっと億劫じゃないですか。で、そのちょっと億劫で、えー、取り出さずに、例えばこういうね、ドックイヤーって僕結構ね、あの端っこを折るだけでごまかしたりすることもあるわけですよ。まあ、こうやってね、後で、 開けられるようにみたいなやり方もするわけですけれどもいや、そんなんじゃなくてちゃんと付箋貼っといた方がいいのは分かってるんですけれども、出すのがめんどくさいってことになるんで、まあ本につけときましょうということなんですけれども、それと同じような感じで、まあ本の場合はもうこれ読んでますって分かってるのでいいんですけども、そうじゃなくてちょっと使いたいって言った時に、すぐに出てくる場所どこかなって言った時に、 え、例えば、お財布とか、えー、それから手帳とかっていうところには、まあ、クレジットカードサイズのですね、名刺とかクレジットカードが入る場所っていうのは必ずあるわけですね。あとは、まあ、ID カードのホルダーなんかもそうですけど、そういうところに入れておくと便利なのがこのね、ここ付箋カードっていうやつなんですけれども、え、これが、え、2つずつの場合だと10個入るんで、これだけも300枚付箋が出てくるってことになるわけですよね。しかも、このカードはですね、えー、ひっくり返すと裏のところがこう開いていてですね、ここに書いてあります How to charge ってて書いてあるんですけどもくなったらです、ね、くなったところを後ろ側からグイッと入れてあげることによって、まあ、補充することもできるよというふうになってますということでなかなかこれもねよくできた製品で僕は大好きなんですけれども。 実はですね、僕、これがまあ好きすぎて自分のですね、えー、特注カードも作ってもらってるっていうことで,ですね。まあこんなものを作ってもらったりしております <laughs>。ということでですね。あのー、そんぐらいね、あの、このカードもですね、普段持ち歩くっていうことで、お財布の中とかに入れておけるので、これはなかなかいいぞということでですね、使っております <laughs>。ということでね。割とあのー、ここカードに関しては、えー、いろんなね、 アーティストとのコラボ。これもあのコラボモデルなんですけれども、そういうコラボがいろいろと出ているので、まあそういうのもね、選ぶのも楽しいわけです、ね。あのイラストエリアがかなり広いんで、まあそういう使い方もできるわけですが、で、今回のね、ここ不戦ページなわけですけれども、これはどうなってるかっていうと、これまでのものの中では、まあかなり作りとしては簡素な作りというか、これだって紙でできてるわけですよね。 で、えっと、まあ、周りを接着して止めてあるだけなので、非常にですね、薄くて軽い。で、えー、まあ、中からは出てくる付箋は、まあ、これまでのここ付箋と同じようなタイプなんですけれども、まあ、今回はもうね、えー、あえてそれをですね、えー、使い切りということで、まあ、言ったら、 元祖ココ付箋も近いんですけれども、こんな感じでですね、袋一個一個は使い切りだったわけですけども、そんな感じでですね、えー、使い切りにすることで、まぁ、あ、軽くて薄くて、で、しかもココ付箋のシリーズの中でもかなり安い部類に入るのかなと思いますけれども、まぁ、あ、297円、えー、税抜きだと270円ということで、かなりね、買いやすいし、まあ、普段使いしやすいかなと思います。 これ、紙にしたことによって、こういうですね、ま、ああの、本の内側のところにサクッと入って、こう止まるっていうのがまずいいとこですよね。こんな感じで止まってくれるのがすごくいいな、というふうに思います。あの、 まあ、例えばこういうね、カードタイプのものを同じような使い方もできなくはないんですけど、入れた時に、やっぱり厚みがね、端っこまで厚みがあるので、ここで止まりきらなくって、こう、するって落っこちちゃったりとか、する可能性もあるし、あとは、やっぱあの、挟んだ時に外になん、ね、出てくる部分がないので、そこを、まあこういうね、 紐がついたことによって、まあ、こうやってやったときにですね、外から見たときにすぐ見つけられるというようになっているので、これもね、本当に、まあ小さなことなんですけれども、すごく気が利いているなというふうな気がしますよということで、まあね、あのー、こういうの出ると必ずね、えー、詰め替えはできないんですかとかいう人もいるとは思うんですけれども、あえてここはですね、 え、これ、詰め替えできるようにして、なんとかしてとかいろいろ言うとですね、これが分厚くなったり、え、まあね、値段が高くなったりとかするとですね、逆に機動性が下がるなということで、これはあえてもう本当にしおりとして、最初からこう、サクサク使っていて、なくなったらどんどん、これごと、だいたいこれがね、 えっと詰め替えのねあのパッケージだってまあそのぐらいは必要なわけじゃないですかこの紙のねケースぐらいはということなんでもうほ本当にあの最低限のケースの中に中身が入ってるものなのでこのこれで使ってまあ、使い切るのがやっぱりいいかなというふうに思いますという感じですねまあなんせこれ本当にね読書をする時にですね僕も線はかなり使う方ではあるんですけどやっぱり 読んでるところがすぐに開けるっていうのがあって、かつ、こっからですね、必要なものがすぐに出せるよということで、まあ、これはもう完全に読書用という感じですね。で、一応紐がついてますから、どっかぶら下げておくとかいう、まあ、別の使い方も全然できますし、読んでるときは、これ、こうやって持ってる手にですね、指に引っ掛けておけばですね、引っ掛けて、まあ、読むみたいな感じで。で、え、終わったらですね、こういうところにカって挟んで、え、閉じておくと。 いうことでですね。まあ、そんな使い方ができるので、えー、すごく、まあ、あの、楽ちんな感じの付箋かなというふうに思います。 値段的にも使い勝手的にも楽ちんな付箋だなというふうに思います。で、これで120枚出てくるんだから、まあ実用性も抜群に高いということなので、えー、読書してる方、ぜひぜひ、えー、ゲットして使ってみたらどうかなというふうに思います。もうね、新しい本に移るのも簡単なので、読み終わったらすぐにね、サクッと外して次の本に差し替えて、えー、どんどん本読んでいきましょうということで、まあそんな使い方かなというふうに思います。ということで。 今回は甘味道コフセンシリーズ最新作のココフセンページのご紹介でした。以上です。